立ち入り禁止区域で釣りをする人が後を絶たないことから、その危険性を検証し、釣り人に周知しようと、金沢西警察署や金沢海上保安部が合同で調査を行いました。金沢市大野町にある大野西防波堤の立ち入り禁止区域は、高さおよそ4メートル、幅およそ10メートルの門に鍵がかかっています。しかし、門にロープをかけてよじ登ったり、横をくぐり抜けたりして侵入する釣り人が後を絶ちません。こうした場所で釣りをする行為の危険性を検証し、釣り人に周知しようと、金沢西警察署と県の金沢港湾事務所、金沢海上保安部が合同で調査を実施しました。立ち入り禁止区域では水難事故の危険性が高く、ちょうど1ヶ月前にも大浜防波堤で釣りをしていた30代の男性が海に転落し、消防に救助されました。おととし5月には、金岩北防波堤で釣りをしていた60代の男性が海に転落し、死亡しています。足がすくわれて海中転落で、夜間の場合には足を踏み外してまたこれも海中転落ということで、落ちる危険性が非常に高いです。警察によりますと、今回調査を行った大野西防波堤では1969年以降およそ50年間で10人以上の釣り人が死亡しているということです。この堤防の高さが 3.5 メーター、向こうの波状堤は5メーターということで、さらに大きなテトラポットもありますし、一旦転落したら二度と上がってこれないということで、非常に危険だということが認識、再確認できました。金沢西警察署が防波堤の立ち入り禁止区域に侵入した疑いで検挙した人数は、ここ数年増加傾向で、今年は昨日までに28人と、すでに去年1年間を超えています。